はい、カイテンです。スパイダーマン続きをやっていきます。はい、どのぐらい進んだんでしょうかね。進捗度としてはなんか44%になってましたね。で、ただストーリー的には半分以上進んでるんでしょうかね。街を戦場にするつもり、絶対に許さない。さあ、どこだ、どこどこ。だいぶ少なくなってきたが、どこだよ。上か。鈍感なスパイダーマンと少年少女ファンたちから、うわ、何してやがんのこれ。あの愉快な男なんて、何してやがんのお前ら。やべえな、ちょっと待って。あー、ちょっとー、よいしょ。待って、まあ戦ってる一方はね、敵じゃないからね。うわ、いきなり死にそうなんだから、ちょっと待って。ちょっと、なんか威力が高いのがいいね。ウェブボム使っていこうか。はい、し、ほら、はい、おい、一応ね、向こう側は味方なんだけど、攻撃が当たるかもしれないんだよな。よいしょ。こいつもう倒さなくていいの？まだいるのか。よかったな。おい、こっちだよ。よいし。はい。ああ、セーブル、お礼はいいんだよって本気でお礼言わないつもりだったっけ。そう、セーブルって名前だったね。はい、軽く肩慣らしでね、数日間ちょっと間が空いてしまったんで、じゃあちょっとこの猫を取ってからこのミッション行きますか。まだね、チャレンジトークンがね、解放されてないので、おいおい、セーブル本部から地上ヘリットへ。ヤーズの状況は？本部、検問所が襲われました。デーモンです。デーモン、ちょっと頑張って。絶対僕を追いかけてるよね。でもこっちも尻尾に近づいてる。さあ、キャットのぬいぐるみはどこかな。ここら辺。あった。これね、見つけるとブルブルコントローラーが。ここって大物弁護士の家。顧客リストで次のターゲットを探すつもりか。悔しいけど本当に賢い猫だな。はい、さあ箱を調べる。これ軍用品っぽいな。なんで？スパイダーマン、我が偵察拠点へよ。謎の電話の主。あんた誰？それより今は己に問うがいい。爆弾を止められるか否かをな。爆弾？やばい、なんかちょっと、あの怪しい男、街中に偵察拠点を置いてる。チャレンジトークンついに出た。はいはいはい、偵察チャレンジね。よし、じゃあこれは集めていこう。ちょっとスーツがね、作りたくて、スーツがね、ちょっとチャレンジトークンが必要なものがあるんですよ。そうなってきたんで、ちょっとやっていきましょう。はい、電車に乗ってね、移動して。スパイダーマンちょっとね、金がないっていうのがね、特徴で、アイアンマンと逆でね、アイアンマンはもともと大企業のね、社長ですけど、まあ、ちょっとお金儲けに関してはね、ピーター・パーカーはあんまり得意じゃないっていうね、感じですけど。なんかお金持ちになっちゃうとピーター・パーカーじゃね、なくなっちゃう。まあキャラがね、なんだろう、キャラ変してもね、そろそろね、いいかもしれないですけどね。セレビリティになったピーター・パーカー。でもセレブのスーパーヒーローって結構いるからな、うん、そういうところで行くと、まあ、バットマンとかもそうですし、まあ貧乏な感じでもね、まあ特徴はあるかな。スーパーマンとかもね、軍用品っぽいな。別に普通の、スパイダーマン、
生活だよね。そんな雑ながらない中、カメラマン、記者ですけどね。さあ、なんか始まった。あの怪しい男、街中に偵察拠点を置いてる。それはさっき聞いたけどな。これなんかするんじゃない？これってこのエリアの爆弾だよねって爆発する。ああ、俺さっきのところやってなかったってことなのかこれ。しまったね。スタートすればよかったの。急がなきゃ爆発寸前だ。あと1分。こういうことね。あっ、うっ、やばいやばい。あと2つ。急げ急げ急げ。あーやばい、こういうタイムロス。爆弾さん、さよなら。ふう、海の近くにあるのか。よし、おいおいおい、あ慌ててる。あと10秒、クソ。あっ、あぶねくそ。チャレンジトーク1個か。ああ、そう、爆弾は処理できたが投げるときに身を乗り出しすぎだ。違う、ちょっとね、いや慌てすぎ。このゲーム趣味悪すぎ。これはゲームではない、私はプロだぞ。顧客もいるしな。あんたを雇うなんて金の無駄。この世には金よりも価値のある情報がある。貴様からはいろいろ学ばせてもらったぞ。MJ、ディレニーについて何か分かった？すごいアングルだな。今送った。このアングルいる？どれがディレニー？分かんない。パーティーに行ってみれば分かるんじゃない？コスチュームだったら任せて。ちょっとね、まあミッションもあるんですけど、スーツね、これとこれがまだ作れてないんですけど、チャレンジトークンこんないっぱいいるのか。ちょっとまた別でやりますわ。こんなにいっぱいあるとは。これもう、今みたいなのをあとこれ2つ作るの7回ぐらいやんないといけないのか。8回。ちょっと今度にしますわ。作りたいんだけどね、これステルスとか。ちょっと収録外でこれ頑張ろうかな。はい、とりあえずね、チャレンジトークンの、サイドミッションをアンロックしたかったんで。さあ、ファストトラベルさせてください。いや、制限時間1分は結構ね、もたもたしてると失敗するあれですね。これ手袋がちょっとね、手袋しないと完成度がね。はい、よっ、はいはいはい、シュー。おばさんから電話。ピーター、前。あ、で、おばさんから電話するしちゃった。なんかフィーストに来いっていう話かな。あるいはマイルズが働き始めたとか。ちょっと、おー、なんかちょっと派手な。ハロウィンパーティーか。着替える必要なし。ああ、スパイダーマンで行けばいいってことね。じゃあ、わかった。なんか変なの着ていこう。もっと面白いの着ていこう。ネガティブスーツとかいいんじゃねえかな。ちょっとキラキラ光って。これもかっこいいけど。
何しきようかな。これがなんかいいね。白いからね。ディレニーは僕の宿敵の格好をしてる。さてどいつかな。え？探すの？マジめんどいね。ちょ。え？ちょっと待って、どうやって探せばいいのこれ。ちょっと写真すぐ消えすぎだよ。ちょっと写真出しといて。もう忘れたよ彼らの格好。あ？戻された。こっちじゃねえってことか。うん？どんな格好してた。こういう格好じゃなかった。あれ、わかんねえわ。とりあえずなんかこううろうろしてね、人に近寄ってみれば、なんか当たってればなんかボタンが表示されるんじゃねえかな。ん？ん？こっちは奥もあるってこと？うわぁ、ちょっとさ、これ広いぞ。広い広い。これ戻された。多分中だな。なんとなく中っぽい。みんなコスチューム着てる。あ、気が合うね。なんかこいつ怪しい。違う。ああ、じゃあ緑のコスチュームだね。ディレニーはここにいるはず。R3 を押すと、一人がなんか宇宙服みたいなヘルメット、それか恐竜のヘルメット、あとなんか坊主の感じ。とりあえず緑っぽいやつを探そう。緑っぽいやつ。うわー、ちょっとわかんねえな。広いぞ、予想よりも。あ、こいつ見つけた。すみません、ディレニー博士ですか。お？いや、マジじゃねえか。やられた、スモークだ。これはまずいぞ。マジなんじゃない今。あなたもこれでおしまいです。スパイダーマン。あ、マジだこいつ。こいつマジで。ちょっと何するのよ。一週間かけて作ったのに。ディレニー博士を探してて。彼なら会場にいるはず。あなた誰？親愛なる隣人スパイダーマン。はいはい。今の動き見て、いやいやいや、おかしいだろう。あんな動きしててさ。え？おーい。ポッコーってニワトリには見えねえぞこれ。ポッコーって。キャンディー投げてる男がディレニー博士かも。上に登ってみないと。なんか上に登れねえよ。スパイダーマンなのに上に登れない。登ろうかな。こう分かったけどさ。え？え？どっかに。ちょ待って、こっちを指し示してる。あ、このなんかジャンプ台みたいなの飛べっていうの。軽く。おお。あなた、アイザック・ディレニー。彼ならダンスフロアにいたい。ダンスフロア。ほら、あそこ。悪意したリザード。本当だ。あいつか。まんまと。まあ、こういう感じで3人どうしても行くようになってんだよ、多分。そういうシステムなんだ。おい、おっとスパイダーボーイか。俺の宿敵登場。くそ。あ、またあんだよ。どうした弱虫スパイダー。俺の立派な角が怖いのかい。お前ら、なんだ。あ、デーモン捕まっちゃった。そんなやつに飛ばされんなよピーター。マジでやられそうになってんじゃん。倒す？うん、いいね。湧くぞそれは。
あはついてかれちゃったじゃん、ノートしてる間に。ジークサイエンスセンター、ウィッシュ国交じゃねえよ国交国交って言って、いやいいね、ストレスミッション好きだな。何が望みなんだ、これジョークだろ、本物じゃないよな。おい戻れ。ちょっとすいません、なんかねコントローラーの今充電中なんですけど、あ、やばい、いきなり始まるから、ね、っていうよし、おい、おーふー、ういー、ういー、わー、ビリ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 、ういー、はいはい、はい、おい、お、避けやがる、なんか、ま、今までよりも動きが、あ、あ、こいつ、こいつ、ちょ、強くなってる、強い、よし、やばい、みんな平気、うん、よし、人がいたのか、ハッピーハロウィン、ちょっと、ハッピーハロウィンじゃねえよ、よし、ちょっとムード足りないんじゃない、ムード足りない、明かりを、明かりを消すのか、やべ、これは違うんじゃねえいやーこいつら強いよ、まだいる、ほい、どこに連れてった、ちょっと充電ね、ケーブルつけてるとちょっと接触が悪いんでね、ピコンピコンなんか、他の入り口を探そう、ちゃん外しました、今ちょっとね充電が心配なんですけど、ん、あー、ティティカルもう一回見切れてないの、なんかいいね、素晴らしく作り込んでありますよね、ウィウィ、こんなピカピカ光っててバレるだろ誰なんだ、最近オズコープ社との共同研究、あーリーダー、やっぱりね、どうしてそのこと、時間がないんだよアイザック、相手の名前は、ん、アイザックって名前だ、ああの薬飲んだのか、こいつも金属化する体がね、金属化かって硬くなっちゃう、あ、触るだけであれしなっちゃう、パーティーはおしまいだ、お、やべえ、あーそいつらも硬くしちゃうわけ、短い開始ってこと、あー、あは、まさかリーと戦うのかよ、攻撃を放つとちょっと名前ローガン・マイケルズ博士、パワーが失われるね、若干今のでちょっとよく分かったぞ、マーチン、あ、
あ、やめろやめろやめろ、あ、あー死んじゃった、なんだよ。お、怒りのスパイダーマンじゃん。おい、よし、おっしゃ、おい、うわっ、やだこいつ。やばいな。ちょ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 、わあやられる。ああやめ。全部リーを探そう。危なかったな、ちょっと1まで行ったな、ヒットポイントが。マーティン・リーついに戦う時が来るのか、これやばい、終盤かこれ、ストーリーどんぐらい進んでんだろうな。いやー今のちょっと戦闘で長袖着てたんですけどね、 あったかくなってきたな。なかなかの歯ごたえ。おお来た。いやーこいつの能力は厄介だな、凶暴になっちゃう。何してんの、おっ、やーべえ、周りの人、普通の人たちがさね、敵になっちゃうなんて。は一体何したんだ、うわっ、あっそいつ厄介じゃん、そいつ厄介だよ。やだねそいつ、中ボスレベルだよ、怒んないで。あだ、すぐに痛みは消えるはず。よし、こいつには効かないのか。おっ、よっしゃ。ああ本物じゃねえかあいつみたいな。ユリ手を貸して。大学から銃撃の通報が入ったわ。ああそれ僕、説明は後、今はとにかくモーガン・マイケルズ博士を探してマーティン・リーに狙われてる。分かった、よっしゃ、結構なハゲトになるミッションでしたね。スパイダーマン、マイケルズ博士って誰なの。としたマーティンデビルズ・ブレス・プロジェクトの主任研究員だと思う。見つけたの。なんとも言えない、セーブルが市内のアジトに彼をかくまってるって言ってるんだけど、場所は教えてくれないのよ。協力し合ってるんじゃなかったの。ええ、そうね。わかった。僕なら見つけられるかも。見つけたら連絡する。はい、ということでね、今のミッションも結構面白かったですけど、はい。引き続きね、やっていきますが、今日はね、まあまあいい時間になりました、ね。パーティーにディレニー博士はいたの？
うん、でもリーが来て。さっきのちょっとメイおばさんの話が気になる。リーに操られて自殺しちゃったんだ。あ、ひどすぎる。絶対あいつを止めないと。もちろん。ディレニーが死ぬ間際、名前を教えてた。モーガン・マイケルズ。モーガン・マイケルズ、誰なの？わかんない。でもデビルズ・ブレスに関わってるはず。そっちはファイルから何か情報つかめた？うん、それがね、数年前オズボーンがフィスクにラボを作るよう頼んでたの。しかも監査官に秘密でね。秘密のラボ？デビルズ・ブレスの？想像通り危険なものなら当然でしょ。ラボの場所は？それは書いてないの。オズボーンがフィスクに記録を破棄させたから。残ってるのはフィスク建設から市長の個人口座への請求書のみ。フィスクらしい。市長の恐喝材料に請求書を残しておいたんでしょ。全てがノーマン・オズボーンにつながっている。そろそろお宅訪問しとくか。オズボーンが口を割るとは思えないけど。他の手があるだろ。さあ、なんかどんどんオズボーンにね、フォーカスが当たり始めてますけど。はい、ということでね、キリがいいところですんで、これで今日のね、プレイは終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。回転でした。